こんにちは、山梨放送アナウンサーのハードキャッスルエリザベスです。今日は山梨県立美術館にお邪魔しています。というのも11月3日でなんと開館40周年を県立美術館は迎えたんです。それを記念して現在こちらドービニー展を県立美術館では開催しています。ドービニー、私も知らなかったんですが、バルビゾン派の画家ということで素敵な作品がたくさん現在展示されているんです。ぜひこの特別展を皆さんにもご覧いただきたいということで、今回のワクドキ山梨ではこのドービニー展の見どころをご紹介しますよ。11月5日月曜夜6時57分からの放送です。ぜひご覧ください。